杉谷拳士はドラフト時に打つ時に大声を上げる選手として栗山監督から注目されていた。しかしドラフト時の技術はプロに達していなかったそうで、本当は取るつもりのなかった選手とはっきり言われている。元気や声が大きいなど精神面がプロレベルという評価で、メンタルが強い選手がどこまで通用するのか実験目的で獲得された。オフに出演したリアル野球版では、中田翔を煽り散らかしたことでオフの三冠王と呼ばれるようになった。レフトへ大飛球を放ちガッツポーズを見せるも結果的にファールとなり、中田翔からファールでガッツポーズはあかんやろとキレられた。大谷翔平から守備につく際に、活躍してる時だけテンションが高くてうざいと言われた。綺麗好きの斎藤佑樹にロッカーの掃除を頼み綺麗にしてもらうが、お気に入りだったバッグを勝手にカンボジアに寄付されていた。